それでもこれ壊れたのかね、うん、それ こうたん？え？借りてんのこれ、うん、これがこうたんやさて行こうか。カスカベやってあ、ほんまやな、カスカベがその服を置いてたりやつな、うんうん、旅行にしてんねんなと思ってカスカベか、うん、ここで寝るんちゃうかな、お父さんそこまでせえちょっと待ってくれよ。ちょっとあまりにも。あまりにも何？地図が小さすぎる。あの大きい見てるから余計ちっちゃない？そうね。拡大できない。なんか道の駅ばっかり見てんのやってる。なんか出てんの。右方向です。はい、チャチャチャ。充電できてないか。なんか音楽ね。煽り中みんな聞けんのよ。それだけや。それであと船で一泊や。そうや。あと6回泊まらんといかん。やんな。あ、そう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 。道路状況が変わりました。何やこれ。そればっかりやってる。調子悪いな。再検索中へ。これしかないのに。この道しか。この道しかないはずや。で、これは。
っきより昨日のあれよりええで、下きれいで、うん、石やけど、あの岩じゃなく、ああそう、もうそこまで水来てるからね、きれい。何してんだよ、一人で。なんか工事やってた。わからん。なんかやっとんだよ、人おるわ。これになったり、あのチューってなったり、黄色くなったりな、それでこのぐちゅぐちゅぐちゅって見てて、道なりって書いちゃうの。先でトンネル出口が1キロやろ。道路状況が変わりました。新しいルートでご案内します。出口でやったのか。およそ
時住宅を手を乗せたの、うん、道路状況が変わりました。新しいルートでご案内します。変わりました。新しいルートでご案内します。タイミングがな、コード引っ張ってないで。引っ張ってない。すごいな。故障してるなったね。もうあとな。俺もう言わんようになった。言うたね。え？間違うて言うたで。間違うて言うた。道路状況が変わりました。言うてるよ、せいない。ここ終わらないよ、あれちゃう。まだやってるよ。まだまだ。あれも言うてるか。どうでしょうか。これでも言うたらもうおかしい。おかしいな。あ、でもえらい検索ぐちぐちしてるわ、うん。回ってるわ、今まで回ってないの。変わりました。新しいルートで変わりました。しっかりしてやった。ずっと回って。道路状況が変わりました。もうあかんわ。俺らしたらおてるで。設定の、うん、そうそうそう、もちろん。最初のあれはあかんわ。変わっちゃうんだ。うん。
彼が出た時旧ルートに戻そういうのがここが出たんや、うん、それ押したんや、言うよ、古いルート、旧な、旧ルート戻そう、わけが13時59分に着く。2時。まあちょっと早いな。どこまた歩いた。すごい、マシケ、マシケ、マシケも聞いたことある。ああ、そう、でも客少ないからどこも早く用意できるんちゃうかな。
トンネルがこれは、うん、もっと開いてんのに、ああ開いた、今頃トンネルに入って、うん、もうすぐ出ます、ホテルみたい、ああもう出たのに、これこれトンネルの表示はないね、違うけど、違うけど、あったやろ、なんか、ずっとあれ、トンネルかな、とか、地獄だから、なんやろ。長い馬だ。長い馬だな。でもあれやな、コンクリート舗装やからか、なんかじゃん。音が静かで、長いわ、さすが北海道、長い、どこの山の下行ってんの、雪山ちゃん、そうやで、なんか霞んでるしな、え霞んでてるな、うん、秋は良さそうやな、真っ赤か、真っ赤かな、最近ちょこっとあるじゃないかな、消えてもた、
寒かったんやな。おお、すごいな。全部雪や。すごいな。これでやっぱり風よけかな。ああ、そうかな。車とかになんか見えないとこにもあるよ。なんでこんなとこが渋滞するの。道の駅がもう近くにあるんやな。あることは実際してます。実際道の駅実際してない。渋滞情報がおかしいから、あの帰ります帰りますとか言って、どこにあるの？
分麻酔受けたんちゃうんかな。まもなく左方向です。その先左方向です。左やって。左方向です。さっきのよく戻ってくるんちゃう。そうだ昔乗ってんのかな。何もないわ。まっすぐ行ってんねん。なあ、うん、郵便局があって、設定が間違ってんだな。道路状況が変わりました。新しいルートでご案内します。ルートを走行するとルートガイドを開始します。まだ 45.3 キロもあるのに。ほんまかな。ここに行く。これ。案内。実際の標識や交通規則に従って運転してください。あれが。やり方が、最初設定の仕方が悪かった。まっすぐ行ったらいいんやろ。うん、道なりって書いて。この先、しばらく道なりです。そんな言わかったもんな、一回も道なりですって。ま、あそうかな、うん、59.4 キロだった。ほ、うん、で14時33分やったんだ。ええんちゃう。ええやん。今も道なりですって言わんかったわ。書いてるけど、うん、飛び出し中やあれ、最初にあの道の駅みたいなのを設定して、もう一回あれしたんだ。なんかややこしいことした。
55キロや。まあ、ええな。これが57でさ、まあ、ええな。なんか変なアナウンスも出てこんよな。設定が悪くて混乱してたんかね。冬来てるみたい。雪残っとんやな。どっか流れ中が出とったんや。ああ、想像もしてなかった。ああ、そう、うん、やっぱり、まあ、電光掲示板そう、なんとか国なさるこんなとこにテトラポットあるのに見えるよへえー、なんでこんなとこにあるほら、いっぱい道路があるからか装置が水、こっちこんようにそうやろなこれも装置がうん、そうやなあ、そうやな。でも全然違うな、同じな、消しブロックでも。こんなとこな。
神と風と風山あるやから、和歌山なんなんと全然違うわ、ここに行ってる、うん、うわーすごい、これが崩れてきたら死んじゃうな、すごいちゃんとやってる、すごいな、こっちはこんなんやし、うん、風が強いな、何やこれすごいな、何やろこれ、何やろこれ、へえ、ユカタンなんとかって聞いたことあるような、ユカタン半島、あ、シャコタンか、いや、ユカタン半島もあるよね、今ユカタン半島なんか書いてたの、みんなこの辺、あ、もうちょっとね、ユカタンやアイヌの人、あそこもアイヌの人のいっぱい作ったの、なんかあのさっきのとこ、やっぱりもうみんなアイヌの人が住んでたんやな、あの作ったもいっぱい、あ、さっきのとこ、もう手作り、あ、置いてあった、置いてたよ、こっちお父さん見てないわ、あ、見てない、中入ってさ、アクセサリーとかいっぱい売ってんねん、あ、そう、うん、あ、俺がトイレ行ってる間、そうそうそう、うんうん、だけどさ、アクセサリーも興味もないしな、沖縄の人集まって、うん、一族で集まって一つの部屋を借りてみんなで住んだり、みんな出身や言うのでみんな助けようとやっぱり来てんで、すっごい差別だって、もうどこなかと思って、今だとさ沖縄出身とかみんな手叩いて、そんな時代があったんやと思って聞いてて、周りするアメリカの統治が終わるぐらいまでは厳しかったって言うてた沖縄、それでみんなあんなに同じようなとこに住んでまた待ってきてんで、横浜だったら横浜で、うん、で大阪だったら大阪、アイヌの人らも差別なかったって言うて言うてたもんな、今もそんなん全然、今も言うてるやんな、アイヌ出身やってるお母さんとかもさ、お母さんがアイヌのことや言うて、学校の先生してんねんて、お母さん、お母さん、そうそうやね、
てんのやろ。もうやっぱり山からすぐ海なんやな。本当に流れは、やっと見えた。こんな交通量少なくてもすごい道路作るなぁ。少ないやんか、まあ、夏休みはかな。まあでもな、住んでる人がおるから作るんやな。国定公園やってん。へぇ、何の滝？水しぶきかかるかな。白銀？え？白銀って白い。白銀？うん。マムシでんねて。何て？マムシがでんねて。へぇ、ご注意くださいって。困っちゃう。マムシらにとったら怖いで。白金の滝や。ちょっと止めます。白金の滝、富士通り川かカモメがそこに多分子育てしてんのやわ、産んでんのやわ。2匹が代わり番号に飛んできて ETC カードを認証しました。そこのちょうど水のね引っ込むようなところに多分あそこ。そうやわ、さっきからずっと見てほらまた飛んでんねんかも。目が女だったのに、こういうのね、これ、あ、俺がこれやな。どこ、ここでもあるよ。なんであんな専用なんだろう。あ、出たな。思ったらいいんちゃう。道なりは言うたからな。でも何これ、これ多分この人さっき入ってタバコの飲み、みんな何でもないとこで飲まんなんか大変やな。今もタバコ飲んで食べて。この先しばらく道なりで。ああよかった。なんか使いなぜ、もう使い方忘れてもあればっかりじゃん。あれもあんまり使うとない。どこも行けへん。どこも行ってないから、うん、案内してもらうよ。1年以上、1年半、うん、
ええとこあった。袋田の先ぐらいあったな。ちょっと低いかな。だけど水量は、俺らの見た時が少なかったんかもしれないけど。今ここすごい水量だと。潰しております。回復潰してます。潰せるといいわ、ええわ。みんなこちらまで持っとくんやもん。そうだと。ああ、そう。廃れていくんやな。まあ人口減ってるしな。若い人おれんから。この方が積もっていくと。生活は厳しいんやで。漁師では。あ、でも港はなんか立派な感じやな。なあ。すごいな、これ。こんなの初めて見るな。こんな工事も大変やけど、すんごいな。すごいわ。ここずっとフラフラ頑張ったもん。すると、だんだんボロボロ落ちてくるかな。落ちてくるんやな。おととしは。いやー、すごいな。岩を越して
がいっぱいあってもいいような感じ。すごい、こんなとこにおいで。ああ、ほんまよ。まあ、なんやろ、取りに来るんかな。岩尾温泉あんねん。面白い。岩尾温泉、あったまるって書いてある。またすごい滝よ。あ、ほんまやな。あ、いや、しまった。ほんまや。そうねんな、やっぱり。あ、失敗した。気がつかんかった。水量が多いわ、ここ。今もうそろそろ落ちてた。まあ、海や。ありがとう。なんか飲めそうな水だよね、山から。飲めるんちゃう？なんか。何にもないもん、上。人がおったりだとな、気持ち悪いけど、全然面白くない。ねえ、1時間かかる。え？1時間。
か、うん、1時間、そうそう、4キロだったよ。国道？
旭川から来てるわ、今のおじさん。この辺の釣り場なんだ。何やとんやろね。港町市場3点3キロメートル。バス間違いしやし。昔風やな。釣り人かな。ああ、やってないな。
やってないわ。この先しばらく道なりです。マシ化粧
した綺麗な漁港があるわ。え？漁港かなんか海が綺麗にちゃんとこうしていっぱい船。ああそう。この下ね、こっちは。うん。また海あるわ、ずーっと。うん。この辺また結構家あったね。あるなぁ。みんな何するんかな。林業かな、農家かな。農家もやって。この辺の辺なんか綺麗な。何作ってるのか分からんもん。うん。立派な家建ってるもんな。うん。ほら、みんな一軒ずつ違うとはないけど、ちゃんちゃん。だけど、廃れていって、廃屋も多いし。事故だと。もっといい天気でもあれよ、下もすごい。ほんまやな。止まれ、止まれ。チャ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 。到着ねじゃない、ちょっと早いな。砂浜あんまり綺麗じゃないな。なんかいろいろゴミが。わあ、何やあれ。倒れ止めか。こっちの家はえらい綺麗なの。
でもホテルもあったけどな、なんか小さいホテル。まだなんか。
なんとあったね。ちゃんとあった。窓ガラスも割れてる。札幌ドラッグストア、うん、ドラッグストアだ。ことぶき町か。そうやな。
斜め左方向です。なんか出てる？ん？出てる？なんか出てない。まだ出てないね。あれやろ、道の駅やろ、うん、分からんわ、行くかどうか、うん、分からん、道が、あー、行く、別に行く。国土間違うと。あそこから入る。ああ、そうやな。え？入るのはどこから入るの？何が入るの？あそこやろ？うん。あそこって何？あの、あそこにあったホテルかも。ああ。この、ここ見えらんけど今。カムイは？うん。あった？あった。看板あったで。へえ。あるけど、入り方がわかる。まだもっと先やと思うけどな、うん、ほら、ああ、ああ、堀川町2丁目を右方向です。そのまま400メートル先、左方向です。
かんないよね。まあ、ちっちゃい道の駅だったわ。あの、航空写真で見たんだな。まもなく左方向です。ん？これよ。左方向です。960m です。何や。あ、結構大きいやん。大きいの。およそ300m。写真で見たらそんなに大丈夫ね。綺麗やんか。それがなんでダムあるしかないやろ。和式しか。あ、そうそうそう。曜日はなかったね。まもなく右方向です。その先目的地付近です。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。どこある？ん？どこかある？ちょっと早く出てないかな。どうやろな。